いや、ハロー、こんばんは。はい、現在8月28日土曜日午前2時2分ですね。はい、今ですね、2時から、テレビ放送始まっているブルーリフレクションレイですね。これいつもちょっと D アニメで見てるんですけども、2時半まで待たないといけないんで、あと28分待ってられないんで、ちょっともうテレビの方で今日は初めて見ていこうと思います。今追っかけ再生でいきたいと思います。はい、じゃあもう自己紹介軽めに。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。芸歴15年目40歳、マジシャン大道芸人パフォーマープロでやってます。現在ね、コロナの影響でもうイベントがなくなり、1年半ほど事実上の無職状態ということで、家にずっといるんですけども、貯蓄を切り崩してます。でアニメにめちゃめちゃハマって、約1年5ヶ月で430作品ぐらいも見てますね。で今アニメリアク職人と名乗り、アニメリアクとやってますが、ちょっといろんな事情があって、東京で一人暮らししてたうちのおかんがね、住めなくなって、一人暮らしできなくなって、ちょっとね、親族で唯一独身の僕の家に2017年の9月に来て、すぐそこで寝てるんで、ここに書いてますけど、声がまともに出せへんという状況です。はい、そんな中ね、アニメリアクター本気でもうガチでやってますね。ぜひ応援してください。はい、もう概要欄にね、僕の詳しいこと、大道芸人としてのことを全部書いてますんで、そっちをぜひね、見ていただきたいと思ってます。お願いいたします。はい、ではですね、ブルーリフレクションで今始まって4分経ってますけども、追っかけ再生で見ていこうと思います。はい、では行きましょう。3、2、1、スタート。あ、これ書き換えてないじゃん。今日って何枚あったかな。20枚あったかな、今日。何を、何、あなたが犯したもう一つの罪、何を見せたんや、シノは。なんか結婚式みたいになってるよ。正味ちょっとブルーリクションじゃあんまりね、意味わからんと見てますんで、ちょっとなかなかね、もうちょっとこっち、いまいちちょっとすいません、理解できてないとこがあって、え、今日って20話で落ちたっけ。すみません、ちょっととっさにさっきハメフライ X をリアタイで見てすぐなんで、ブルーリフレクション例は今回は、あ、 OK、 20話ね、落ちる。前回がちょっとほんまに理解できてなくて、感想に理解したいって書いてますから。ちなみにブルーリフレクション例をこのテレビ放送の方で見るの初めてです。ちょっと金曜日がちょっとややこしくてね、アクアトープがあって、11時半かなに、どうやら更新されると。それはアベマで見てからハメフラ X までちょっと時間空くんですが、ハメフラ X がテレビ放送の30分後なんですね、配信始まるの。なんでちょっとハメフラ X と今回ブルーリフレクション例もちょっと放送で見ております。ご了承ください。よし、ちょっとこれ提供あんのかな。CM どう？あ、ないわ、 CM ないんか。
そう、私を見ないでってなってたな。この日和と美代がどうなったのかちょっとよく分かってないんですよね。そうですよ、ほんで志乃が出てきたんやったな、前回神田降臨。ああ、そうそう、ルカが涼子を、そうや、だから涼子とアミルを利用してたかなんかそんなんやったね。アミルはどないなったの。そうや、小鹿ちゃんに言ってたな。間に合わなかった。ユズとライムって確か顧問を守ってたんだかな、やられたのね。なんかこのやっぱなんか蛇の鱗みたいなで操られてんのかな、これ。まやかしの光。お姉ちゃんは罪です。ネットが繋がらない。ああ見るや、顧問に思い座れるんやったっけ、これ。都普通か。あ、県外やから。これは、なげ、佐伯か。これ選手がね、
黒い涙流してるぞ。わ、ニーナが歌にやられてる。痛みだけが目的。ああ、ナイフで切られた後ね、これ通り魔にやられたんだよな。ド M やな、歌ほんまに。死のったの痛みが見たい。なんか自分のフラグメントを出してるけど何してんのこれ。思いがどれほど愚かなものか。そう、あの実はディープレンジもいまいちよく分かってないんですけども、結界みたいなもんかな、ディープレンジって。わお、ああやばい、ああ美和子も勇気ような勇者であるの。樹海かみたいなもんかな。私にシノタンを見せて。ん？なこれ。え？なこれ。夢、夢、夢の世界かこれは。歌もニーラも倒れてるよ。CM かな。ああ。はい。CM を飛ばします。長いかな。あ、すいません、行き過ぎました。よいしょ。はい、できます。Bパート3、2、1、スタート。これ日和の家やね。あの私を見ないでって言ったものを今から見せるってこと？これ。わあ。ああ、これはミオじゃない、日和の。
これは死の力で見せてるってこと？ああ、これニーナの母親か。歌えねえ。リストカットしてるこれ。これはアミルか。リョーカと。トラウマのことを愚かな思いっていうのは。あれ？死んでるぞ。あれ？ミオや。え、誰が死んでたん？これ。思いは誰かが管理するもの。過ちを知る私しかできないと。言ってたな、思いは管理しなければならない。光ってるね。あれ？ミオの。あれ、桃のフラグメント砕けましたね、砕けましたね、桃のフラグメント。あ、ミオは桃も大切やったと。ニーナも目覚めてる。自分の大切以外はどうなっても構わない。それがミオ。死のを抱きしめたぞ、ミオが。あ、これは死のの過去かな。何これ。あ、死のが死んでる、もしかして。いや、ちょ、すごい血だまりの上に死のがおる。これあれやな、最初助けようとした時やな、最初に。
いまいましい、それ。何言ってか全然わからへんだけど、いまいましい。お、フラグメント砕いた。超ようわからんけど。何度も思いに殺された。あれ、ユズとライム目覚めた。シノはどこに行ったの？何これ？え？何これ？街中草だらけになったけど、指輪しとんな。誰これ、新キャラ？何がどうなった、これ。これはシノか。ちっちゃい時のシノかな。ああ、ギロチンのマーガレット。理解できない。まあ前回も理解できひまま見てたんでね。とりあえず何費用が費用じゃない。美容は白の何かを知ってる。最初何見せられたんやろ。あとミオは一体何を持って、私を見ないでって日和に言うたやつ、もうちょっとようわからんかったし、で前から確か言っとったのは、なんか思いは管理してあげないといけないみたいなことは確かずっとシノは言うとったはずやけど、今回もそれ言ってたけど。でも確か一方日和たちは人の思いを勝手に、なんだっけ、思いは自分で、なんだっけ、守るものとかなんかそんなこと言ってた気するけど、ちょっと分からへんな。
そのよし。あ、歌ってはる人こんな感じなんや。え、そっか、アオイエールさんか。こんな人で、アオイエールさんは知ってますわ。あれ、彼女も彼女の歌や。あ、早送りします、CM。これ、彼女も彼女のオープニングや。この後、彼女も彼女もね、オンエアありますからね。来週も2時からお送りします。はい、用意スタート。顧問の侵食が広がってる。あれ、いや、あ、有給の勇者であるやん。これか、満開の章、大満開の章。10月1日なんや。 OK、 10月1日ね、大満開の章、10月1日からですよ。はい、今日でちょっとね、もうブルーリフレクションレイは僕には理解できません、マジで。多分サニーボーイよりは簡単なんでしょうけどね、ちょっとまあまあ話が難しい。あと一番の困難がね、解説考察を検索しても出てこやんのですわ、これが。むずいなほんまに。で、死の最後どこに消えた。ほんで、なんで町あんなだったの。町がなんか苔というか、なんか草だらけになりましたけど、あれ何がどうなった。あなたちょっとわけわからんな、ほんまに。何や、最後のあれは何でああなったんや。で、西野は何度も思いに裏切られた。ちょっともうこれわからへんし、これなんで解説考察検索書も出てこないんだろう。これが出てきてくれたらね、まだね、なんとか読んで理解できるんですけども、 YouTube 上でもできませんからね。はい、すいません。ということで、何も出ません。はい、ということでね、まあ、一応1話から全部見てきてるんで、あと4話ですかね、多分。はい、ということで、ブルーリアクションの20話でした。どうもありがとうございました。よろしければ、こんなんですけど、高評価とかね、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。はい、以上、マジで浜でした。それでは。